皆さんこんにちは、小林哲也です。この本は、パーフェクトボーリング塾の、動画となっております。もしまだ購入されていない方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ購入していただくとより理解が深まるかと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。それではテープの巻き方についてご紹介していきたいと思います。テープもですね、いろいろな種類があるんですけど、今日はもうオーソドックスなこちら、テアライトテープとフィッティングテープ、こちらを貼っていきたいと思います。で、このテアライトテープもいろんな色があるんですけど、まあ色によって若干ですが、まあこれ感覚ですが、まあこのザラザラ感というのが違く感じます。なので、まあ基本的には好みの色、このザラザラ感で選ぶんですが、私はもうこのノーマルタイプの黒をいつも使ってます。で、こちらのフィッティングテープも、紫色のものだったり緑色のものだったりで、この滑り感というか、なんていうんですかね、粗い感じが変わってくるんですけれども、これが一番ノーマルタイプです。この肌色っていうのかな。はい、こちらがノーマルタイプです。で、両方とも ABS 社のものです。で、テープもいろいろあるので、まあ、試しながらというか、自分に合うものを選んでいただきたいんですが、ただ、ツルツルのもの、すごい滑るものだったりすると、よくこう抜けやすくしたくてツルツルにするんですけど、逆にそうすると落ちやすくなって握る原因にもなったりするので、できればこういうノーマルタイプのものをおすすめします。逆にこうザラザラなタイプのものだと引っかかって抜けが悪くて、わざとホールサイズを緩くして、そうするとそれも握る原因になったりするので、できればノーマルタイプのものがいいのかなと思います。なので、まだこうテープ迷ってるよっていう方は、基本的なこのノーマルタイプを選んでいって、まあ、ここから若干滑りやすいとか、もうちょっとザラザラ感があるものっていう感じで選んでいただけたらかなと思います。では早速テープ巻いていきたいと思います。それではもう基本的なこのタイプです。で、人によって夏場だったりとか、手に汗をかきやすい方は、またここを貼るときに、のりったっていうものが、こう、のり、ハケで塗るタイプの接着剤っていうんですかね。そういうのがあったりとか、あとはなんかスプレータイプのもので、シューってかけて接着剤を先に手につけるっていうものもあるんですけど、私はとりあえずこのままつけていきます。はい。テアライトテープは、何か剥がしたりじゃなく、もうこのままテープになってるので、引っ張っていただいて、で、こう、端が例えばこういうふうに折れてたりとかすると、一回切っていただいた方がいいです。細かいですけど、こういうところ。で、人によってサイズが、どれくらい巻くかっていうのは、自分に合う巻き数にやりながら調べていってほしいんですけど、私はだいたい1周半から2周ぐらいなので、だいたいこういう感じで。で、切って貼っていきます。あんまりないと思うんですけど、皆さん手切らないように注意してください。たまに切れ味がいいハサミだとチョキンって切ることがあるので、そこは注意してください。で、まあこのようにフィンガー2つに巻きます。これ端をギュギュギュッとちゃんと押さえれば、そのまましっかりくっつくので、このまま、はい、こういう感じですね。切っていきます。こんな感じ。はい。こんな感じでフィンガーは完成です。で、この時に1点、人によって指の長さが違うので、私、第二関節にギリギリ被るか被らないかぐらいなんですね。で、あまり、この第二関節を超えてると、こう曲げにくいというか、なので、私は若干関節がこう曲がりやすく、あんまり曲がるからといってあれはないんですが、はい。こんな感じでちょっと上にくるくるってやったりします。次は親指側です。あんまり長くしすぎても、指が入るところってこの付け根までなので、そんなに長く取らなくていいのかなと思います。私はね、6マスから7マスぐらいですけど、それでも長いのかな。まあ、5、6マスぐらいでもいいかもしれないです。まあ、だいたいこういう感じで。で、私はこの端、このまま貼り付けちゃうと、この端の部分がめくれてきちゃって取れてしまったりするので、この端の部分をこういうふうに三角形に切ります。まあ、人によっては、こう、丸く先を親指型に丸く切る人もいるんですが、私は三角形で切ってます。こんな感じ。はい。で、これを貼っていきます。はい、こんな感じです。で、まあ、基本的には最初1枚
なんですけど、私は自分のホールサイズに合わせて、いつもこれを2枚貼るので、私は2枚貼ります。ただ、あまり親指側に厚めに貼ってしまうと、感覚的にこっちに貼りすぎっていうのは良くないのかなと思うので、基本は1枚か、まあマックスでも2枚ぐらい。で、あとは指穴の中、また別の動画で紹介しますけど、ホールの中でテープを貼って調整っていう方がいいかなと思いますので、はい、こちらがとりあえずベースのフィンガーとサムのテープの貼り方っていう感じです。